Sound. Yes. Thank you. Camera. Roll sound, roll camera. Camera speed. Sound speed. Sound speed. Scene 8A, take 4. Action!一番しんどい日ですね。いやいや、でもきました1年半かかりました、僕に今年。はい、みんなのおかげで今日は It's the hardest day today。 あの、何ページだったっけ、6ページ？It's like 6 pages。 In Japanese script is 8 pages。 あ、日本語であったら8ページらしい。 It's like, yeah, exactly Hard day。 Woo! It's fun。まあ、なんとかなるでしょう。お疲れ様です。午前中はいかがでしたか？どうやった？すごく、いい感じに撮れてると思います。日本、日本、日本。ちょっと下から撮られてた。マリリン・モンローは危険。撮影2日目終わりましたが、今日の感想をお願いします。暑い。でもまあ皆さん本当すげえ頑張ってるんで、こっちもなんかこうやんなきゃなという感じになってるんですけど、結構通訳とかもめっちゃいいなんかこう感じになってますし、撮影自体もねめっちゃ楽しい感じで進んでるんで、まあ今後がすごい楽しみで。あります。明日からもなんか大変なシーンいっぱい残ってるんですけど、楽しみです、はい。未来のスーパースターです。スーパースター全然泣かないからもう最高です。びっくりするぐらい落ち着いてます。私より落ち着いてます。そらちゃんです。ちょっと来なさいです。お母さんです。パーフェクトなキッズが見つかりました。 I'm so happy. They're so cute. They're the cutest. Perfect.監督さんいかがですか？楽しいです。ここのシーンが今日のシーンが一番楽しみにしてたスタイルを、音響と全てのスタイルを固める最初の一部なので、オープニングのシーンがとても楽しいです。できてるよ、こっち。 And this is Bio DP です。アメリカから来たスペイン人です。車車ばっかり言ってます。母です。何回もめっちゃアップにしてた。お母さんです。お姉ちゃんです。親戚のおばちゃんです。ここ宮崎系一家です。宮崎さんです。宮崎系一家。なめるようやとはなめる。どうでしたか？どうでしたか？すごく緊張したか、楽しかったかな？楽しかったかな？また呼んでください。皆さん今回の映画、たくさんの方のご支援のもとご協力いただいてありがとうございます。これからも三つよよろしく、そしてつや子の映画が成功しますので、またますます応援お願いいたします。はい、
Dun-d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 un street. Okay. The flashback sequence. Thank you guys all for coming out. We wouldn't have made anything without each and every one of you, so even if one of you was missing, the project would be that much worse. All you guys, the Japanese crew, are so like hardworking. It's amazing to me to see that that you guys really felt so strongly about the project, that even though you're not getting paid, even though you know, you only signed on 2 weeks ago, you're like running around, you're not sleeping, you're still like so energized to help everyone out. So yeah, I guess just thank you so much. Yeah. 撮影中に夢が現実になるっておっしゃってましたけど、はい、それはどういう意味ですか？なんか映画自分がなんていうのセリフ台本とか考えてこう頭の中で出来上がったものがこう紙のページになって、一番最初に英語でセリフ書いたんですけど、書いてそれから日本語になってオーディションして選ばせてもらってクルーを選んでロケーションをセットしてっていうのをずっとやってきたんで、こうやっと本当に何もなかったことから現実になるって、まあ一つの夢ですよね。私の今の夢はこれを仕上げることなんでゴールです。